こんにちは、ヤナです。さて今日なんですけれども、初めての焼肉食べに行きたいと思います。イエーイ。ってことで、信じられないですよね。2年ぐらい合計日本で過ごしてて焼肉食べたことないと、なんか信じられないですよね。私も信じられないです。なんかなかなか一緒に行ってくれる友達がいなくて、で今回やっと行けるということで、初めて食べた焼肉の反応、その様子を撮ってみましたので、ぜひご覧くださいませ。では Here we go。 スープからいきます。超美味しい。お寿司来ましたよ。すごい。これは絶対うまいわ。いただきます。これ和牛のお寿司、初めて。めっちゃ美味しそう。いただきます。うん、まっ、おいしい。やわらかっ。言葉出ないもん。脂がいい感じに乗っててうまいわ。贅沢すぎんか。他の代替やつも楽しみにしております。お肉が来ました。熟成のお肉で、もういろんな説明されたんですけども、全部飛びました記憶で。もめちゃくちゃ美味しい。塩コショウがもうかかってて、そのままお召し上がりできるっていう、まあ、焼いてからね、ちゃんと焼くんだねって感じで、もうめちゃくちゃ楽しみです。初焼肉でございます。なんと、では焼いていきたいと思います。焼いていく。こっちからでいいですかね。このままここで、ジュワー、ここから焼きましょうか。おいしそう。もう、めっちゃ綺麗に焼いてる。うまそう。友達がもう天国に行ってます。私も早速いただきたいと思います。肉汁だ。幸せすぎんか。まあ、パンの奥の方で他の部位とどう違うかすごい気になる。それも焼いていく。パンの真ん中の方、ジュワー、ジュワー、イエイエイ。ウォー、パンの真ん中の方をいただきたいと思います。こんな感じ。
ただきます。真ん中の方が弾力がある感じが全然違う。あんなに部位によって違うんだね。すごい形が面白い。すごい。切っちゃうな。めっちゃ美味しい。やっぱり筋肉だからめっちゃ固めっていうか弾力がすごくあって、なんかそもそもオーストリアの焼肉にはタンとか出てこないんですよ。タン食べることあるんですけど、食べるときって大体すごい薄くスライスして、なんかソーセージみたいな燻製したやつとかが多いかもしれないので、全然この熟成30日間熟成した限りの味が出てますね。めっちゃ美味しいです。なんか感動しすぎて言葉出ないんやけど。ない。キンタン美味しい、どうしよう。で、いろんな部位用意してもらってます。では焼いていく。うわお、あ、薄い感じ。うわすごい、めっちゃ薄い。すごい、これもすぐ繰り返した方がいいですよね。うわすごい、めっちゃ美味しそう。あ、もうできちゃってる、もうできちゃってる。早っ。ふぅ、肉汁たっぷり。なんか食べいらなさそうな見た目してるけど、いや、ただにタレいらなさそうな見た目はしてる。なんかすごいジューシー。いただきます。肉汁がやばい。え？マジうまい。これ今まで一番好きかも。一番うまい。幸せだ。よいしょ。こいつもジューシーだわ、もう見れるわ。これもキラキラしてますな。いただきます。勘弁してくれよ、もううまいよ。ジュースがこぼれてまうやんか。オーストリアも一応肉焼く習慣はあるんですけど、分厚いんですよ。分厚くてバーベキューやーみたいな感じが多いんだけど、誰かが焼いて皿に乗せてナイフとフォークで食べる文化があるんだけど、全然味付けとかも違うし、肉の部位とかも日本の方が豊富で楽しいんですよ、めちゃくちゃ。
もう肉汁垂らしてもうてる。いきます。うん、それではラストの1枚焼いていきたいと思います。皆さんこの歴史的な瞬間一緒に迎えたいと思います。よいしょ。ラスト1枚です。いただきます。最後までうまい。カルビの赤身だと思います。めっちゃお腹いっぱいになります。もうプロテインと鉄分もめちゃくちゃ補給してきました。そしてなんとデザートも出てきました。なんてこったパンナコッタだ。うん、おいしい。それでは動画の最後の方にたどり着いたんですけれども、いかがだったでしょうか。いやでも私としてね、本当にねずっと食べたかった焼肉をやっと食べれてめっちゃ嬉しかったです。しかも超高級なお肉で本当にどれも美味しくてめちゃくちゃいい経験になりました。やっぱりオーストリアのバーベキューもあるんですけれども、分厚いお肉とステーキみたいなことが多いので、あんまりそのいろんな部位を食べることがなくて、それもそれでなんかいろんな食感とか味とか肉汁の割合とかいろいろ違くて、それぞれに魅力感じてなんかすごく面白かったんですよね。なんかぜひまた行きたいなって思いました。しかもなんかスープとサラダおかわり自由っていう感じで嬉しいわーっていう感じでしたね。でこの動画面白いと思ったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょうな。バイ。